シロ、ちょうど良いところに。ん？なんか用か？シロ、このフォアグラというのはどのような味がするのですか？フォアグラ？ええ、そうです。あと他にもキャビア、トリュフ、フカヒレ、ツバメの巣、マツタケ、キンメダイ、イセエビ、キンカハム、北京ダック、ホロホロチョ、フグ、スッポン、ワサンボン、夕張メロン、松坂牛。待て、セイバー、一体何の話だ？なんで急にそんなものが気になる？これです。なんだこの本。先ほどタイガが置いていきました。で、セイバーはそれが気になったと。ええ、皆が一度は食べてみたいと思うような食材です。さぞかし美味であることでしょう。セイバーだって王様としてお城に住んでたんだろ？そういう高級な。シロ、前にも言ったはずです。私の時代の食事といえば、皿もなく、ただ焼いただけの肉を机に投げ出し、それをナイフで削り取って。すまん、セイバー、俺が悪かった。お詫びに何か食べたいものって言いたいところではあるんだけど。強いて言えば、セイバー一人くらいならなんとか。一人ですか？ああ、それが限界だな。あとは遠坂あたりが宝石なんかに手を出さず、ポーンとこっちに投資してくれれば、みんなで信徒の高級店に繰り出したりできるかもしれないけど。リンが相手ればそのような行幸にあやかれる場面は起こりえないでしょう。だな。そういうわけで、いつかはそんなリッチでセレブなところにも連れてってやりたいけど、それまでは俺の作る飯で我慢してくれ。何を言うのです、シロ。私はこの家での食事にはとても満足している。我慢や辛抱などと一度も考えたことはありません。ですから、いつかきっとシローの手で直々に収穫され、見事に調理された高級食材がこの食卓を飾るのだと信じています。え？信じておりますから。そう、ガチョウです。フォアといえばガー。まずはガチョウを飼うところから始められてはいかがですか？ガーって、いや待て、セイバー。ガチョウに手こずるのであれば
豚という手もあります。豚は飼うには最良の家畜です。しかもご存知ですかシロー、この本によると地中のトリュフを発見できるのはメス豚に限られるのだそうです。無論ハムという選択肢もありますから、品種にはこだわらねばなりませんね。ちょっとその本よこせ、バカトラに突っ返してくる。おい、セイバ、上見ながら歩くと危ないって。ようやく気づいたのですシロ、遥かキャメロットにありてこのエミアの屋敷には欠けていたもの、それはサイエント家畜小屋です。幸い庭にはこんなにも空間が。あ、もしやキリツグはそれを見越してこのような敷地を確保したのでは。ない、誓って親父にそんなややこしい解消はない。まあ100歩譲って家庭菜園くらいは手を染めてみてもいいけどさ、セイバー。だけどメス豚もガチョウもスッポンも飼わないぞ。動物はメストラ1匹で十分だ。トラですか。トラの肉は古来馬肉の桜に対して竹と呼ばれ珍重されたとのこと。一体どんな味なのでしょうか。バター。おーい、帰ってこい。王様、陛下。たとえ庭が無理でもまだ希望を捨てるには至りません。なんといっても風紀市は自然の宝庫です。山の幸、森の幸、海の幸に恵まれた、神に祝福されし肥沃な土地なのですから。はあ、夢が広がります。その前によだれ拭こう、セイバー。